皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、またちょっと実験をやってみたいと思います。実験というかね、私がちょっとふと疑問に思ったことを解決する動画にしたいと思います。以前ですね、色の三原色の実験を何度かやっていましたけど、このようにね、 RGB レッド、グリーン、ブルーの3色のこの LED を作って、まあ、この3色の色が混じると白色光、ホワイトになるよという実験何度もやりましたけども、概要欄にその動画のリンクを貼っておくので、よかったらそちらもご覧いただければと思います。で、この3色の LED のライトをこういうふうにね、白い紙に当てる、まあ紙が白いですけど、ちょっと部屋の電気を消すと、はい、一応3色混ざって白色光になるということで、まあ、本当の真っ白い光を作るのでなかなかね、難しいんですけど、色の強さとかを調節しないといけないのでね、まあ、とりあえずこれを白い光だということにしてくださいね。で、これ持ってるのペンライトですけど、このペンライトをこの真ん中に置くと、よいしょっと、はい、このようにね、ホワイトの白色光の混じっているところからイエロー、マゼンダ、シアンのね、3色の色が混じった影ができるよっていう、この話は以前の動画でしてあるので、そちらをご覧いただければご覧いただければと思いますので、ちょっと今回その説明を割愛しますね。で、部屋の電気を1回つけまして、はい、で、私がねふと思ったのは、この RGB から3色の影ができて、CMY って言い方の方がいいのかな、シアン、マゼンダ、イエローの3色の色の影を作り出すことができたんだったら、じゃあこれでやったらどうなるのかなと、はい、ちょっと用意しました。これまたね、ダイソーで買ったあの100円の LED ライトに、油性ペンで塗ったフィルムを貼り付けた簡単な実験道具で、けども、はい、シアン、マゼンダ、イエロー、この3色の光をね用意してみました。本来ですとこれはね、色の三原色のメインの色になって、色の三原色の場合はこの3色の混ぜ合わせで、カラフルを作ると、で全部を混ぜるとブラックになると、その話もね以前してますけど、まあ、これがインクの仕組みだったりとか絵の具の仕組みだったりとかするんですけども、じゃあ光の三原色ということで、この3色の光を当てると何色を作ることができるのかなというのをちょっとふと疑問に思ったもので、ちょっとやってみたいと思います。はい、ちょっと電気を消しましたね。じゃあまず1個ずつ光やってみますね。はい、これがね、シアン、まあ水色ですね。はい、続きまして、はい、これがマゼンダです。まあピンクですかね。はい、そして最後がイエロー。イエロー綺麗ですね。鮮やかな黄色か。はい、黄色ですね。じゃあ、まずね、これをじゃあ2色ずつやってみますね。はい。はい、シアン、マゼンダ、足すと、どうですかね。私の目にはね、紫のちょっと薄い藤色のような、バイオレット、薄紫みたいに見えます。綺麗な色ですね。じゃあ、ちょっとシアンを消して、マゼンダと、イエロー、どうかな。はい、どうでしょうかね。クリーム色、レモン色、オレンジがちょっと薄いベージュのような、そんな色に見えます。はい、じゃあマゼンダを消して、いや、イエローに、シアンですね、水色の、これを混ぜるとどうかな。黄緑、エメラルド、ライトグリーンというか、なんかどれもパステル調の色になりますね。よーし、じゃあこの3色、今シアンとイエローをつけてますけど、ここの間にマゼンダを足したらどうなるのかな。はい、どうだろう。おっとっとっと、倒れちゃった。はい、あ、なんかでもこれはこれでまた白だな白でいいのかな、これ。白だよな。でもさっきの RGB の3色で作った白よりも真っ白に見えるな。まあ、光の三原色でね、この3色やったらどうなるかっていう実験なんですけど、こういう色になるとは思いませんでした。あの色の三原色でね、シアン、マゼンダ、イエローの3色は混ぜると、まあ、あの絵の具とかインクとかで、使われている仕組みなんですけど、だんだん色が濃くなって3色を全部混ぜれると暗くなると、まあ、真っ黒になるんですけど、まあ、これはね、今回は光の三原色でこの薄い系の色をねやったらどうなるかっていうんですけど、まあ、白ですかね。じゃあまた真ん中にね、このペンライトを立ててみたいと思います。先ほどやりましたけど、色の三原色ではなくて、この光の三原色のね、本来の、RGB、レッド、グリーン、ブルーでやると白くなって、
影は3色で、イエロー、マゼンダ、シアンというふうに出てきたんですけど、光をね、イエロー、マゼンダ、シアンにしたらどんな影になるか置いてみたいと思います。お、こうか、こうか、お、あ、おお、なんだこれ、紫、あ、でも紫っていうかやっぱりバイオレットとライトグリーンとベージュ、オレンジベージュ、あれですね、なんかパステルの色になりますね。あ、でもこれはこれでなんか綺麗ですね。優しい色になりましたね。これもうちょっと遠ざけた方がいいのかな。あ、おー、あ、いいですね、これはこれで綺麗だね。へえー、あ、はあ、なるほど、こういう色が作れるんだ。やっぱり薄い色だとこういう色で、濃い色だと、あ、でも濃い色でもどうなんだろうね。これ結構面白いですね。また光の3色の色を全然違う色に変えて作っても面白いかもしれませんね。というわけでね、私の疑問解決しました。光の光源を変えるとまた別の色が作れるんだなというのをね、実験で発見できました。これ結構あの自由自在に他の色でやっても面白いかもしれませんね。ぜひね、自由研究でやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。バイバーイ。カラフルー。